国立宮殿はメキシコの連邦行政機関の建物である。メキシコシティの中央広場であるソカロに面して建っている。アステカ帝国時代以来この地にはメキシコ統治階級の宮殿があり、現在の国立宮殿の建築材料の大部分は16世紀の皇帝モクテスマ2世の宮殿に使われていたものである。現在、国立宮殿は政府庁舎及び 国立の宮殿として使われている。テソントレのファサードを持ち、ソカロの東側全体を占める。横幅は200メートル以上ある。中央バルコニー南と北に2つの塔が立つ。建物には3つの入り口があり、それぞれ建物の別の場所につながっている。南の入り口は名誉のパティオと大統領官邸につながっている。北の入り口は、 この入り口を1850年に建設したマリアのアリスタを叩いてプエルタ・マリアナと呼ばれる。この入り口の隣はかつて監獄で法廷とも拷問用の部屋がある。今は財務省が使用している。ミゲル・イダルゴが1810年9月16日早朝のドロレスの叫びの時に使用した金。1896年にポルフィリオ・ディアス大統領の命令で。 国立宮殿に移転された。周りの壁岸と彫刻は1926から30年頃に再建された。ソカロに面した中央入り口の上にバルコニーがあり、ここで9月15日の午後11時前にメキシコの大統領がドロレスの叫びを再現する。この時にバルコニーの上にある鐘が鳴らされるが、これはミゲルイダルゴがスペインに対する反乱を呼びかけた時に、 鳴らした金の実物で、もともとグアナフアト州のローレスイダルゴにあったが、後に宮殿に移された。1964年には、フランスの大統領だったシャルル・ド・ゴールが、宮殿からスペイン語でソカロの民衆に演説した。中央入り口を入ったところにある中央のパティオは、バロック式のアーチに囲まれている。2階に上がる階段には、 ディエゴ・リベラによる1521年から1930年までのメキシコの歴史を描いた壁画が描かれており、450平方メートルの大きさがある。これらの壁画は1929年から1935年にかけて描かれ、メキシコ人の女子史と総称されている。右側の壁画は、スペイン以前のメキシコで、中心にアステカ神話の神であるケツァルコアトルが描かれている。 中央部ではスペインによる征服が醜い姿で描かれ、また先住民の権利を守ろうとする聖職者も描かれている。一番上には独立戦争、その下にはアメリカとフランスの侵略やレフォルマ戦争とメキシコ革命が描かれる。左側にはプルタルコ、エリアス・カリエス、ジョン・ロック・フェーラー、ハリー・シンクレア、ウィリアム・ダラント、ジョン・モルガン、コーネリアス・バンダービルト、 アンドリュー・メロン、カール・マルクスらが描かれ、また、ディエゴの妻であるフリーダ・カーロも描かれている。ディエゴは、中海にもスペイン以前の先住民たちの連作壁画を描いているが、未完に終わっている。上海はかつて副王の劇場だったが、1829年から火災で失われる1872年までメキシコ会員であり、ここで1857年憲法が書かれた。 1857年憲法と1917年憲法が展示されている。宮殿には14の中庭があるが、一般開放されているものは少ない。国立宮殿はまた国家公文書館でもあり、多数の歴史的文書が集められている。メキシコ最大かつ最重要な図書館の一つである、ミゲル・レルドデテ・ハダ図書館もある。北の別館には今は使われていない。 国庫室とベニート・フアレス博物館がある。博物館へ行く途中のかつて財務省だった場所にベニート・フアレス大統領の像がある。財務省のパティオの中にはベニート・フアレスの部屋があり、大統領は任期の終わりをここで過ごし、1872年7月18日に死んだ。大統領の寝室、今、書斎は当時の状態を完全に保存し、 大統領の多数の遺品が置かれている。面倒さえ文書より、モクテスマ2世の宮殿現在国立宮殿が建っている場所は、モクテスマ2世の新しい家と呼ばれた建物があった場所と、ほぼ一致する。そこは、アステカの虎と兄の住居であり、艦長としての機能も備えていた。その後、傘がエルナン・コルテスを驚かせたことは、コルテスがカール5世に送った手紙に記されている。 国立宮殿の庭コルテスは最初ソカロの反対側にあった古い家に1521から1530年の間住んだが、その間に建築家ロドリーゴ・デ・ポント・シージョスとレアン・ロドリゲスによって宮殿を再建させた。コルテスの宮殿は要塞であって四隅に大砲のための銃眼、中二階にマスケット銃の銃眼を持っていた。中庭は巨大で、そこでは ヌエバエスパーニャで記録に残る最初の闘牛が行われた。1562年、スペイン王室はコルテスの家族から宮殿を購入し、福王の宮殿とした。1820年代のメキシコ独立までその状態が続いた。宮殿は福王の権力の中心であったため、反乱が起きた時にはしばしば宮殿が攻撃された。 福王と大司教が対立した1624年には、大司教の支持者によって宮殿が放火された。1692年に、宮殿はほとんど破壊され、当時の福王ガスパルデ・サンドバルは、修道士、ディエゴ・バルベルデに宮殿を再建させた。歴史学者のマヌエル・リベラ・カンバスによれば、再建された宮殿は要塞らしさを失い、バロック様式で設計された。その後は、 メキシコ独立まで基本的に変化はなかった。独立後、福王の宮殿は国立宮殿と解消され、多くの変更が加えられてきた。プルタルコ、エリアス・カリエスが大統領だった1926年から1929年にかけて建築家で、当時の財務大臣だったアルベルト・ジェイ・パーニとオーガースとペトリキオリによって改築され、3階が付け加えられた。 ドローレスの鐘は中央入り口の上のバルコニーの上のアトラス付きの壁岸の中に置かれた。ファサードは赤いテソントレの石で覆われ、入り口、窓、コーニス、京壁には石の枠が作られた。内部では中央のパティオに大遺跡の大階段が設置された。1872年の火事で放棄されていた。 旧会員は再建されて、独立100周年博物館として開館した。ベニート・フアレスの像が、北のかつての彼の住居の近くに設置された。この像は、制度性で、レフォルマ戦争中に保守派の軍隊が使った大砲と、プエブラの海戦で、フランス軍が使った兵器を溶かして作られた。改築の結果国立宮殿は、バロック的外観を失い、 現在見るような外観に変わった。植民地時代のヌエバエスパーニャー副王は、初代のアントニオデメンドーサと最後のファンオドノーフ、以外の全員がこの宮殿に住んだ。独立後、初代メキシコ大統領のグアダルーペ・ビクトリアから19世紀末のマヌエル・ゴンサレスまで国立宮殿を住居として使用した。その後は、チャプルテペク城やロスピノスが大統領の官邸になったが、 2018年に大統領になったアンドレスマヌエル・ロペス・オブラド・オールによって、再び官邸が国立宮殿に移された。国立宮殿に滞在した著名な人物には、ソルフ・アナイネス・デラ・クルス、マテオ・アレマン、セルバンド・デミエル、アレクサンダー・フォン・フンボルと、シモン・ボリバルが含まれる。ありがとうございます。